20代の自分っていうのはもう本当スピード勝負でしてで引退してからあまりそういう選手いなくなったなと思ってたら出てきます。久しぶりに鳥肌が立ったというか、もう出てきたみたいな。どっちかとしたらあのウィングプレイヤーじゃなくて裏に出したら行くっていうか。アヤックスの GM さんがでアヤックスに来ないかっていうまさかのオファーがありまして、ババンギダもいたんですよ。でババンギダとあの本当にボールが裏に出て同じサイドにいたんですよ。勝ちましたね。セルジオさん第1位お願いします。この、まあ、今日来てるからじゃないですよ。いやありがとうございます。これはやっぱり、まあ、J リーグの30年の歴史で名前がまだ残ってるっていう、まあやっぱりずっと語るでしょうね。みんなサッカーの話になったらこういう速い選手だったら岡野が行ったっていうのはこれ間違いないじゃないかなと思います。スピードだけはもう負けれないってやってましたんで、スピードでそういうふうに褒めていただけるのはやっててよかったなってすごく思いました。本当にセルジオさんみたいなテクニック持ってればよかったんですけど、もう本当に僕はもうスピードでとにかく一生懸命もう走って、まあ、どっちかというともう相手を混乱させるっていうか、まあ、味方のもう一人ツートップだったらもう一人のフォワードに点取らせろっていう、もうそれだけをもう徹底してやってたので。演出もあったと思うよね。あのヘアスタイルとか走り方とかね。はい、でもそれぐらいやっぱり話題性もプロの世界であの与えてくれたという選手の一人じゃないかなと思いますよね。これで何にしてもね、やっぱりジョホールバルにあれぐらい足が速くなかったらフランス行ってないのね。だってどう見ても詰めてるのは一人しかいないのですから、あとみんな遅れてるんだよね。ジョホールバルであれ手に取ったとが足が速く感じたね。あれ速かったですね。速かった。みんな掴めないもん。追いかけても追いかけてもみんな負けてたもん、ね、でもあの時僕は一番速いなと思ったのは岡田さんでしたけど、ね、いや岡田さんめちゃくちゃ速かったですよ、ね、速かった速かった。僕しかもあの時にあの気づかれてるかわからないですけど、僕はあのもうめちゃめちゃ緊張してたじゃないですか。で入った後うわほっとしても何にも分かんなくなって走ったら、あれイランのベンチに僕は実は走ってるんですよ。イランベンチにわーって言ってるんですよ。で途中で気づいて方向変えて2本目にあれ僕もしか抱きついてたらここにいませんので、はい、ジョホールバルで最後 V ゴール入れた時に、まあ、アヤックスの GM さんが面白いのがいるっていうの でアヤックス来ないかっていうまさかのオファーがありまして、めっちゃめちゃ強かったもん、はい、アヤックス、はいはい、アジアでもスカウティングしてたんですか。そうですね、まあ、あのジョホールバルの V ゴールはやっぱ世界中に流れたらしくて、そこの時の GM さんが、まあ、僕挑発だったし、なんかキャラクター面白いなっていうので、ちょっとレッツの浦和レッズの試合も見たらしくて、やっぱスピードが好きじゃないですか、アヤックスってすごいそのスピードがある選手が、で右サイドとかで、でキャラクターもっていうので面白いねってなったんですよ。なるほど。ファンデルサルトがとか、まあ、クライファーとかいたりした時代なんですけど、行って一緒に練習して、でババンギダもいたんですよ。でババンギだとあの本当にボールが裏に出て同じサイドにいたんですよ。勝ちましたね、はい、あれは嬉しかったです。でも入るか入んないかみたいになってたんですけど、やっぱ昔エージェントがいなくてですね、はい、もうダメだみたいな感じで行けなかったんですけど、でもまあ半年
ぐらいですかね、1年ぐらいか、練習参加ずっとしてます、ね、じゃあ岡野さん、はい、ベタ長い選手ですね。僕やっぱ現役に対してやっぱ僕も本当スピードもうそれだけがもう絶対僕はもう負けれないなと思って現役やってきて、もちろんその30過ぎてからはスピードも落ちていきましたし、やっぱり20代の時の自分っていうのはもう本当スピード勝負でしてきて、で引退してからあまりそういう選手いなくなったなと思ってたら永井選手が出てきました。オリンピックですよね確か、ロンドン、はい、ロンドンの裏に出てキーパーが出てきたんでしたっけ、間に合うと思ってそこにスッて出てきて入れちゃうっていう。いやだからやっぱこう本当に久しぶりになんかこう鳥肌が立ったというか、うわ出てきたみたいな、面白いみたいな感じで見てたので、なんかこうそういう足が速いのは代表に選ばれるっていうのは多いじゃないですか、うん、だからサッカーっていうのはやっぱりそういう一つの武器じゃないかなと思いますよね。やっぱりよく生かされてるし、自分の特徴もよく知ってるし、どっちかとしたらウイングプレーヤーじゃなくて、もう前に裏に出したら行くっていうか。新しいスピードスターが現れると嬉しい気持ちになるんですか。嬉しいですね。嬉しいですし、一緒にやってみたいな、どっちが早いかなみたいな。そういうどっちそういうもなってしまいますし、やっぱりこう。僕もやっぱスピードを追求してきてたんで、画面で見てても速さって分かるんですよ。この選手相当速いだろうなとか、まあ、大したことないなとか、でも久しぶりにちょっと一緒にやってみたいなっていうか、もう本当に僕バリバリだったなとか、はい、と思うぐらい衝撃でしたね最初見た時に、はい、まあ、いい選手らと出会ってることもあるんですね、確かまだピクシーがいる時のグランパスだろうし、今結構ね、吉東京も結構外国人も含めていいボール出してくれるっていうのがあります。ちょっと最近プレースタイルが変わってきて、そんなにスピードスピードスピードじゃない感じがしますよね。で最近のサッカーって結構プレスかけなくていけない守りの中で、やっぱりね、前田にしても伊藤ジュニアにしても永井にしても結構それに効いてますよね、あの圧力がね。そのディフェンスもまさか、まあ、全然普通だったらありえない距離にいて追いかけてるわけじゃないですか、バカじゃないと思うじゃないですか。で余裕こいて持つんですよ、チョーンって。前見てる間にズワッとスピード上げていってチョーンってつくじゃないですか。それもうびっくりしますもんね、みたいな、あれの気持ちいいんですよ。だから結構そういうの狙ってましたね。で昔ペレイラ選手っていうベルディ、めちゃくちゃ上手くてですね、バカにされるぐらい上手いんですよ。もう追いかけても追いかけても、一回裏にガーッとボールが出た時にペレーラ選手だったんで、多分余裕なんかいろいろやってくれたらなと思ってブワーッと追いかけていったんですよ。案の定チョーンってやって、なんか僕の頭を越して抜いた瞬間にそれを福田さんが奪ってっていう、それがゴールにつながったとか。確か岡田監督が負けたら日本に帰れなかった、海に飛び込んだじゃないかっていう、素直に勝ったらそこまでブームにならなかったじゃないかなと。ジョホバルの奇跡で、前日あれミーティングしたんですかね、選手のベンチ入りからメンバー入ってたんですよ、岡田さんがお前は秘密兵器だからと、僕はもうあんまり出たくないオーラでアップしてたんですよ。その時に岡田さんが岡野って言われた瞬間にもうもう難しいスラローメオカナオ。